はい、おはようございます。こんにちは。こんばんは。猫肉球です。前回の、動画でも上げております、弁天の里で卵かけ専門のお店が、あります。まあ普段僕が寄ろうと思えばね、亀岡か笹山ぐらいだと思います。でですね、そこの味がね、もう美味しくて美味しくてね、忘れられないのでね、まあ家でね、食事をするのにね、卵かけ食べようと思ってもね、どうしてもうまさには、美味しさにはね、ほど遠いんですよ。もう味がね、醤油かけるだけのご飯なんですけどね、生卵にね、醤油混ぜて、シャシャシャってね、放り込むだけの作業なんですけれども、その口の中に入れた瞬間のね、とりあえず、この、ね、これ例えばこれ一般でね、安く買えるキッコーマン。この醤油ですね。もう、醤油腐って、何食べてんのみたいな感じの味ですわ。でですね、どうもこの醤油臭さをね、解消する方としてね、どういう食べ方したろうと思ったら、みりん風か、少々高い本みりんね。まあこれトップバリューなんで、まだ本みりんでも安い方なんですけどね。これをね、入れるとね、味が変わったということで、ご飯炊きたてね、二つ、比べするのにね、こちらを、右を普通の醤油にしますね。卵はこう茶色、まあ、白いからでもいいです。で、この普通のね、市販の醤油を、まあ、醤油は自分の好みなんですけどね。ちょっと、かけすぎはちょっと、もうこれ、まあ、その辺の10キロクラスの、10キロで3000前後で売られてるお米にしております。それでは、ただのキッコーマン醤油でね、のみでいただきたいと思います。やっぱ醤油臭いっていうか、ただのしょっぱいっていうか、だけの味ですよね。はい、次にこちらに、また同じく卵をね、割って、こちらには同じくこのキッコーマンを使いましてと。で、本みりん。先ほどにも言いましたように、みりん風でもいいです。これをね、先ほどかけた醤油の、まあ、2分の1か3分の1量。では、いただきたいと思います。うまい。